した最初のグループで今度は単語なんですか。でもっとその感覚を要求する考え方っていうのも、イエスの大聖人様の手を参加するものっていうのを配っていただくわけですね。それはあなた、覇者検証って意味が分かってないからね。蛇を覇して、それから章を立てる。そう。そうだ、もう検証を感じるとか、それだともう誰かとかそうなってるから。いや、僕は違うよ。ただ、自分の尊厳を見たら、え？いや、そんなことないでしょ。結局、一般人に向かって配る場合もあったり、それから検証会の人に向かって配る場合もあったり。これは読んだことがあります。うん、これはちらっとね、あるよ。あるけど、このね、まことにそのね、あざとい。半分ぐらいは正しいんだよ。半分ぐらいその微妙にこう織り込んでるわけ。その誤った考えを。だからズバリ今一言言ったら、その、およそ方々とは暴物暴走なんだ。僧侶をそしったらもう方々なんだよ。もうそれも全くもう、それになってるのはもうそし倒してるわけだよね。だけど、方々が一国を蔓延すると国が滅びるとか、そういう概念は立正安国論に通して正しい。そこは正しい。非常に紛らわしい。先生が読みたいって言われることが、今、悪になって、出てきていくっていう、こういうことって、そんなことは、そうやって皆さんの世界の中だけでそう思ってるだけで、浅井先生の言葉とはまるっきり関係ないです。過剰に皆さんそうやって、神格化した言葉を、そうやって受け売りして、飲み込んでるだけ。これ、出世の働きだと思う。いや、それはまさにあなたたちがそう思い込んでる。現実にそう言いつつ、検証会員が。まあ、やっぱりその災害も起きてたり、災害も起きてたり、その人がね、もう、悪心になっているということは、決勝暗黒論の中に泳いでいるっていうことは思われない。思ってますよ。その最たる方法が、オタクたちだって言ってんの。創価学会が一番。まず、その量としてね。量とその権力。でも、やってる方法の内容とすれば、検証会は横綱級ですよ。日本をおかしくしている側の、あなた方が増えれば増えるほど、あなた方が活動すればするほど、国が傾いている。その自覚で迷惑なんだ、本当に。あなた方が動くことは。それが今、国を転覆させようとするんだよ。国の柱を倒そうとしてるのはあなた方。